はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。ミニゲームというかミニストーリー、ジャンクマンパターンでいきます。ヒカリさん頑張ってください。それでスカイパイ応援してるやりです。まああんな予選を組み立てておいてよく言うわっていう風な感じですけど、んで、アジーナエリアへの行き方は、ホテルがどこだったっけ？待てよ、ここはメロッパだ。だよな。6番、アジノリオン行ってみようぜ。アジナエリアはどうやったっけ。もう竹の瓶にはなんと蛇が入ってるから、ダニエいいらしいが精神的に良くない。まあ要するにハブザキ、ハブシやマムシシュってところか。今アメロッパでブルームーントーナメントで盛り上がってるらしいね。アジーナももっと盛り上がったらいいのにな。この奥にアジーナ遺跡が残っておるよ。今から1500年前の遺跡らしいね。あまりに痛みが激しいから遺跡を守る委員会が作られたらしいよ。私のサブチップ。大きな大仏様だ、僕びっくりしちゃったよ。線香の匂いが心を落ち着けてくれる。大仏様を見てると心が癒されるな。サガットのアリですか。まだ新しい、ごくさ気に疲れたもののようだ、もののようだ。こう言われてみれば他の仏像より少し顔が怖い。香ばしそうなパンと脂が乗った串焼きの肉がたまらなく食欲をそそる。ガスボンベだ。料理を作るためのガスはここから供給されている。激辛料理かお酒しかない。子供と辛いのが苦手な人には刺激が強すぎるお店だ。にゃつけてある専門家が書き残したんだろうか。書いた、とどろき書いた。これはあれですね、バトルチップグランプリの。やつです。バトルチップグランプリは確か3と4の間か、4ができてからどっちだったか忘れましたけど、まあアイコンは3の方でしたんで、3と4の間に作られたやつだったかな。どっかでプラグインできなきゃ。
象の象であり象の象である。アジーナエリアネとかで行くきゃねんか。どこのネットから行けるんだ、アジーナエリアには。つながりが繋がりがどこにまとめてあるんだ。どうぞメロンパンの上応援に来てやったんだぞ。絶対に優勝しろよな。超薄型テレビかと思ったら、よく見てみると普通のテレビを画面に埋め込んであるだけだった。いや、やっぱこっちからか。このホームページにアクセスできないと思ってたらトーナメントの予選に使われてたのか。なるほどね。つまりこっちからアジーナに行けるわけか。なんかやばいけど、
ね。しかし、あの通信で手に入る裏技チップ強力な分はやってくれる、ほんとありがたいさ。シャーロでも問題はまず、これはあのスライドボードを手に入れるためのイベントなんですけれども、まずそれを やるためには一つイベントをこなさないとなりませんが、このめんどいやつ。こっちじゃねえな。あれ通用するんだ。で、こっちから行くとここに移動するってことは。どう言ってもこっちには移動してきてしまう、ここまではどの道行くしかねえわ。
行くぞ。まあどちらにしても時間止めるやつはこれには関係ねえんだ。こっちが行く道だっつのが見えたわ。今度はブーメランだ。まだこいつに作ってもらうにはまだイベント2つこなさなきゃなりませんと。でここまで行ってなんもないってことは これにも通用しねえだと。ねえ、道の方じゃねえのかこいつは。
で、ウィングパーツを、アジナエリアで道の陰に隠れているやつ。で、アフリカエリア。全開してくれた。で、まあイベントもあれですけれども、バリア、シースライダー、それを、ああ全然違う方行った。何気にここは安全地帯か。ヒートブレス。もう自主的に。えほえほ。これはアフリカ名物歓迎の踊りです。せっかく一発で倒そうと思ったのに。このプログラムとっても面白いよ。キッシュー、ああ、早くカメラに隠するときの声ですよ。キッここから先には進まない方がいいよ。シャーロエリア。で、アフリカから入って、ここにいる、ナビにシースライダーの情報を聞くという。ここから先はノクコモダムラ恐怖のエリア、裏インターネット。といってもシースライダーがないと入ることはできんがな。どうしても裏に行きたいんだったら、このエリアのどこかに伝説のスライダー職人がいるらしい。世界のシースライダーのうち7割はそのナビが作ったらしいぞ。
これを聞いておかないとイベントが出ませんが、さらにこの文を聞いた上で、両方で同時に撃破したかったけど、早い。ジェットパーツとボードパーツとウィングパーツ。ウィングはまだゲットしてない。アジーナエリアで道の陰に隠れている。まずそのアジーナエリアに行かなきゃなんないと。んで、ここま、この情報を聞いたらここにもう用はないので、さっさと戻ります。で、今度はアジーナエリアに行きますが、アジーナエリアどこだったっけ？するやつさえありゃ。で、あとはタイミングさえ測れば。デスマッチ。こっちか？アジーナ来ました。で、アジーナの道の陰に隠れているヒールナビ。様々なゴミデータの塊だ。まいったな、ジャンクデータが降ってくるかもしれないから下手に踏み込めないしな。ったくこの忙しい時に。よかったら僕が見てきましょうか。けど気にしないで、トーナメントの運営で忙しいでしょ。だったらお願いしようかな。了解。それじゃあこれ、そこの鍵だよ。それじゃよろしくね。んで、ちょっとその前にゴミデータに潰されるとおそらく。まあ多分強制にログアウトという形になるでしょうから。めっちゃ使えるやん、ウィンドマン。先にあのヒールナビを見つけて話しておいて、撃破するなら正直楽なんだけど。
まあバグのかけら欲しいためにここら辺か、今までのパターンだと。ここじゃねえな。お兄さんよ、ジャンクデート買うんか。せっかくアジーナエリアに来たんだ、記念にジャンクデート買っていきなよ。シャーロから取り寄せたレアジャンクデート、ウィングパーツ。世間には全く出回っていない品物だ。普通に買ったら5万銭忘れどころ4千銭で売ってやる。かか。へへ、いい買い物したな。とにかくそいつはすげえ一品だからな。大事にしろよ。んで、これで。こういう時に限ってヒットポイントも回復してくれね。ナト君、この奥がゴミ捨て場みたいだね。オペライドよろしく。なあ、じゃあ早速行ってみるか。あ、ロクマン、危ない。あ、危なかった。こんなのが直撃してたな。ナト君、ありがとう。なんかやばそうだ。ロクマン、先を急ぐんだ。了解。みたいだね。よし、それじゃあ6番、そのあたりを調べてみてくれ。うん。ネット君、ゴミデータ以外は何も見つからないよ。あ、じゃあこのゴミデータどっから来たんだ。一応確認はしたから一旦プラグアウトするか。うん、了解。プラグアウトす、6番、返事してくれ。6番なのか。プラグアウトが間に合ったんだな。よかった。俺6番にもしものことがあったら怪我とかしてないじゃん。あ、そっか、よかった。けどなんか雰囲気変わってない。そんなことないってないよ。本当に6番だよな。もちろんじゃないか。ところで相談なんだけど、今回のトーナメント棄権したい？さっきのね、頭が朦朧としててバトルどころじゃないんだ。そうなのか。だったら無理はさせられないな。残念だけど今回のトーナメント諦めるか。あのさ、もう一度聞くけど、本当の本当に6番だよな。当たり前じゃないか。さっさとトーナメントなんて棄権してさ、二人でゆっくりしようぜ。もしかしたら事故の直で性格が変わったのかもしれないけど、なんか怪しいな。なあ、ネト、トーナメントなんて棄権しちゃおうぜ。お前本当に6番だよな。何言ってるんだ、俺は6番だよ。そうなのか。今度は何なんだ。もう一回聞くけど、本当の本当にお前6番なんだよな。当たり前じゃないか。どうも怪しいな。おい、どうしたんだ。まずか俺を疑ってるんじゃないだろうな。そうだ、6番。この間の俺の算数のテストって何点だったっけ？
なあ、そうだったよな。あれはママに内緒だぜ。なあ、そういや、俺の大好物ってなんだっけ？ブッブー、外れたぜ。ロックマンなら答えられて当然の質問だったはずだぜ。正体現せ！早くこれまで。おだあちゃんくま、ロックマンのボディを俺がいただいた。なんだって！それで本当のロックマンは？奴の心データの今頃はジーナイディアのジャンクの下敷きだ。今すぐ助けに行くぞ！誰が？お前に決まってるだろ！いやでも力づくでオペレートしてやるぜ！やれるものならやってみやがれ、抵抗しまくってやる。やってやるさ、ジーナイディアに行くぞ！いやだ。うるさい、くつたら行くんだ！んで、ここで。マックスヒットポイントが500。あ、これでなんか変な感じがあったんだ。で、ジップフォルダーを。んじゃあちょっとロールは消すのが嫌だからな。じゃあサンダーマンを一旦抜かしておいて、アジーナへの行き方はとりあえず右側の方へ行けば行けるってのが分かったんで、ああいう風にジャンクマンが入り込んでる時にはロックマンがずーっとどうやら混乱状態になればヒットポイントが減っていくわっていう状態でまともにできないようなんで、ジャンクマン、このゴミデータどけるんだ！嫌なこった、どけろって！仕方がない。ねえ。ちょっとな、これは。
どうせまともに動いちゃくれねえんだ。3の修行のバグスタイルの修行的な感じを思い出すな。あったあったあった、あれ上から、うん、はい、からです。待てよ、ユニゾンすると混乱が解けるって言ってたわ。正直このヒットポイントのバーガーじゃねえわ。僕の体を返せ！ジャンクマン、ロックマンの体から出るんだ！遊びはここまでか。俺はジャンクマン、お前の対戦相手。俺の腕、生まれた場所の居心地は良かったか？生まれた場所？俺はこのゴミだけで誰にも知らずに生まれた。そして今まで誰にも知られずに生きてきた。わかるか、次々に捨てられるゴミにまみれて生きながらえる苦しみを。俺はお前のようにぬくぬくと育ったナビを見ると虫唾が走る。試合の時間までせいぜいオペレーターと仲良くしておくんだな。試合が終わったらお前はこの世にはいないんだからな。誰にも知られずに、ロックマン早く体に、うん、なんてナビなんだ、他のナビの体の劣るだなんて。あんなやつ無事の見せてやろうぜ、ナロックマン。あ、どうした？なんでだろう。実は僕、ジャンクマンが憎めないんだ。ゴミネーターの中に閉じ込められた時、いろんな感情の断片見たんだ。言葉では言い表せられない。孤独。ジャンクマンは苦しんでいるんだ。苦しんでる？ジャンクマンか？俺にはそうは見えなかったけど、どう苦しんでいいのか、いるのかわからないけど、なんとなく感じるんだ。なんとか、助けてあげられないかな。ゴミデータの中で大きな人が横たわってるイメージを見たんだ。現実世界のものだと思うんだけど、それが何かジャンクマンを救う鍵になると思うんだ。大きな人、わかんねえけど、探してみるか。ありがとうね、トくん。それじゃ、プラグアウトするよ。んじゃ、ナビカスタマイザーで、むちゃくちゃな。スピンパーツがない以上。
で、サブチップがフレエネルギーがまあ2つ、まあチップホルダーで、んで、ロールと、サンダーマンを戻して、で、次は、あれ、こっちだ、こっち。この国は亜人の遺跡が残っておるわ。今から1500年前の遺跡らしいね。あまりに痛みが激しいから遺跡を守る委員会が作られたらしいよ。どうしたんじゃ、少年浮かない顔をして。そんな時はこの大仏様にプラグインすれば心が癒されるぞ。大仏様にプラグインするためにはジェーン様の許しがいるが、表通りから入ることのできる遺跡の奥におられるぞ。くれぐれも失礼もないようにな。間近で見ると実に細かい作りなのがわかる。服の部分のあの本物の布と見間違えそうだ。悩める少年よ、さあ悩みを打ち明けなさい。実は、んではそのジャンクマンの記憶の断片にこの大仏が見えたのですね。うん、そうなんだ。この大仏が人々に安らぎを与えるのは、この大仏が慈愛、つまり優しさの象徴だからなのです。おそらくジャンクマンは人の優しさに飢えているのでしょう。それではこれを持っていきなさい。ただし、これは優しさを与えるためのデータではありません。優しさを知るためのデータなのです。しかし、ジャンクマンは気づいていないのですかね。気づいていないって、何を？いや、何でもありません。さあ、お行きなさい。あなたたちに幸せが訪れるよう心から祈っています。ありがとう！ネト君、この世話に向かおう！で、最後に大仏様からデータを盗んで、ひでえ。ひでえ。バチが当たるぞ。ガンデルソルはガード状態でも効くってのか。今よかったな。で、サーブチップ。あ、こういう時に、フルエネルギー売ってるところに。あ、フルエネルギー、売ってるところって、いや、こっちしかねえじゃねえか。あれ、うん。秋原町はサーブチップ、商人の宝庫のはずなのに。今度はいない。見えてるよ、トルビー。もう世界レベルまで来ちゃうと僕なんか手の出る次元じゃないからね。頑張れ！期待してるよ。あ、おった。ミニもありがたいですからの。かなりの売上金が詰まってるんだろう。ところ狭しとチップが並んでいる。やった、足も時間が取れるようになったります。そこで取り寄せサービスを再開するでます。どうしても手に入れたいチップがあったら、その名前を教えてくれればいい。んで、これは今まで発見したとか見つけた
チップです。あれ、ライトニングのあれって見たことあったっけ。頑張れ。来たかロックマン、早く始めようぜ。言っただろ、俺はゴミだめの中で誰にも知られずに生まれたと。俺にオペレーターはいない、オペレーターなど必要ない。オペレーターに穴飾られてナビどもは片っ端からジャンクに変えてやる。ジャンクマン、ただ構わに言っておきたいことがある。ゴミデータの中にある間、僕は君の記憶の残骸を見た。今の君は本当の君じゃない。これ君のためにもらってきたんだ。君は人の優しさを求めている。だけど優しくされるには人に優しくできないといけないんだ。君はその方法を知らないだけなんだ。甘やかされて育ったナビはプログラムの髄までアバちゃんだな。俺が本当に優しさなど求めていると思うか、この偽善者め。なあ、俺には優しさなど必要ない。なぜなら生まれてから一度も人の優しさを感じたことがないからだ。早くバトルを始めようぜ。俺はお前をジャンクにしたくてうずうずしているんだ。いい、粉々にしてやる。なあ、意味がねえことした。この中で、ねえ。つまり、あの飛んでるやつは、そう、なくそ。なあ、ずれた。あの穴のやつのどれか一つを開けておけばいいんだ。
例えば今の上の分だけすっ飛ばしておけば、そこが。今のように3つまとめておい、やっておくと、逃げ場がなくなる。なあ。ねえ、そう。こんな向こうに、ちゃんと入り口が。こういう風に全部まとめると、ねえ、くそ。あの顔は4つ。おい、残ったところに。80を。ね。なんとか勝った。もう体動かない。早くとどめを刺すな。どうした、早くとどめを刺せ。それはできないよ。君はバックアップデータを持っていない。もしそんなことしたら君は完全に消えてなくなるんだよ。それがどうした。ここを俺が選んだ死に場所なんだ。まさか元々デリートされるつもりだったんじゃ。バトルの中で華々しく生きたかったのによ。元々俺の体はゴミデータの寄せ集め、寿命は長くはない。何もしなくても消えているのでだ。
けど、あとゴミ溜めで誰にも知られずに消えていくなんて俺には耐えられなかった。やっぱりおしゃべりはここまでだ。そろそろお別れの時間が来たみたいだ。ジャグマン、ブックマン、お前変なやつだ。あんな仕打ちをした俺に同情なんかってしやがったよ。けど嬉しかった。今まで俺を見たやつは俺を下げずに化け物扱いした。俺を祈りの波として接してくれたのはお前だけだった。ジャグマン、お前の言う通り人の優しさが欲しかった。けどそれをお前に言われて自分を見透かされていたようで恥ずかしかった。だから余計に悪態をついてしまった。そろそろ限界だ。最後にお前たちに出会えてよかった。光の矢とベッドの中ってあったかいんだな。悲しいナビだったな。そんなことないんじゃないのかな。ジャグマはこんなにたくさんの人に見守られていたんだ。みんなの心に、そして僕の心にも。みんなに見守られていった。そこは正直漢字で書いてほしかったな。ジャグマのソウルは生き続いているよ。6番の言う通りだ。俺、ジャグマンに大事なことを教えてもらったよ。俺たちが一緒にいるってことは当然って思ってるけど、実は、すごく貴重なことなんだって。そうなんだよな。今現在、自分自身が生きているっていうことも、いわば、めっちゃくちゃな貴重というか、奇跡の上での今の、当然が、あるっていうことを忘れちゃいけないわな。人の優しさとか本当の幸せっていつも見えていると見えなくなってしまうものなんだよ。ジャンクマンはそれを改めて僕たちに教えてくれたんだ。どうしたんだ、ロックマン。今ジャンクマンの気配を感じた。体を壊れちゃったけど心は生きてるんだ。それじゃまたどっかでジャンクマンに会えるかもしれないな。うん、ジャンクマン、また会える日を楽しみにしてるよ。ジャンクソウルの生贄はストーンキューブなどの置物系のチップだ。ユニゾンした時に相手を混乱させてしまう効果がある。 B ボタンのため打ちや置物を飛ばしぶつけるポスターガイストだ。さらになんとカスタム画面でそのバトル中に一度使われたチップ、いわゆるジャンクチップが選べるようになるぞ。破壊と再生を兼ね備えたジャンクソウル、頑張って使いこなせ。置物系のチップ、第1回戦すべての試合が終わりました。第1回戦の結果を発表します。こちらです。うわ、ブルーズ負けた。ノーマルタイプのナビが俺たちの相手か。てっきりブルースが次来ると思ってたのにな。あんま特徴はなさそうだな。おい、ゲンジャとか無理よ、ちょっとトーナメント見せてくれよ。ああ、ごめん。俺の相手は、ロックマン？聞いたことねえな。お兄ちゃん、このロックマンってナビ知ってるかい？オラッチの対戦相手なんだけどさ、見るから弱気そうだよな。こりゃ次のバトルは楽勝か？いや、これちょっと待てよ。ね、お兄ちゃんもそう思うだろ？おいねと、今お前それをできる資格はねえぞ。全く同じことをお前はさっき言ったんだぞ。おい、なんで睨みつけんだ？え、もしかしてお兄ちゃんが俺の対戦相手？そうだよ。弱気そうなロックマンのオペレーターだ。うわ、そうだったのか。すまねえ、すまねえ。俺ちゃん思ったことをそのまま言っちまう癖があるんだよ。お前仲良くやろうじゃないの。あんま仲良くしたくない。
まあ、そう言うなって。俺っちがトーナメントに出場するのは今回だけなんだからよ。今回優勝したらもうネットバトルやんねえから。お兄ちゃんも優勝して、ね、優勝者と仲良しだったら友達に自慢できるだろ。さっきからおとなしく聞いたら好き勝手なことばっかり言って。言っとくけど優勝するのは俺たちなんだからな。ネットバトラーがどんなもんか知らねえけどよ。フットボールやってる俺っちから言わせりゃ全然アマちゃんなんだよ。肝っ玉の座り方が違うんだ。フットボール？何それ？なんでフットボール知らねえのか？アメロッパに来たにしちゃ勉強不足だぜ。知らねえんなら教えてやるぜ。フットボールってのはね、一対一の命がけの決闘よ。昔は人間同士がやっていたが、あまりに危険なために。今じゃ電脳世界の中での競技になっちまったけどな。ルールは簡単だ。二人の競技者が攻撃と守りに分かれる。守り側の奴は壁の前に立つんだ。攻撃の奴は特殊なボールを蹴って壁にぶち当てる。守る奴が、攻撃の奴が蹴ったボールが壁に当たらないように防御する。PK 戦ってわけか。何が命がけなんだ？それって、電脳世界でやるサッカーの PK じゃん！何を言うかね。サッカーなどと一緒にすんじゃねえ。2000年以上の歴史を持つ幻の競技にケーキつけやがって。だって聞く限りじゃサッカーにしか聞こえないもん。キンヤロまだ言いやがれ。よかったぜ、フットボール。フットボムがサッカーじゃないってことを教えてやる。フットボムで勝負だ！やったろうじゃんよ！試合前のカレーウォーミングアップだ！決まりだな。あれじゃまずボムシューズを手に入れてくるんだな。俺が手に入ったらまた連絡してやる。アメロッパエリアのボムシューズ職人のじいさんがいる。そいつのところに行ってみな。ボムシューズか。行ってみりゃタカシューズだろ。まだサッカーって言いやがった。はい、久しぶりのフットボールだ。血が騒いできやがった。派手に行かせてもらうぜ。無理言葉に買い言葉で変な挑戦受けたんだけど、大丈夫？あんな失礼なことガンガン言われて黙ってられるはずないじゃん。6番、ボムシューズゲットしに行くぜ。でも、ネット自身も、ちょっと同じようなこと言ったんですよね、ノーマルラビー。簡単じゃんってな感じで。では、ここまでにしておきたいと思いますと。では、一旦失礼します。